おっす、霊夢だよ。マリサだぜ。今日もポケットモンスターブリリアントダイヤモンドやってくよ。さていきなりですが一つ重大発表があります。なんでしょうか。前回石像として初登場したこやつ。神話に出てくるポケモンな。なおディアルガという。なんで急にあっさりと。先日のことだ。美容院でファミ通を読んでいたら普通に載っていた。美容院でファミ通読んでたの？そこじゃねえ。考えてみたらパッケージを飾るような人だもんな。ポケモンな。そりゃ有名人か。なんかディアボロスとか予想してなかった。恥ずかしい恥ずかしい。恥ずかしくなんてない。知らないことは間違いじゃない。さあ今回もやってくぞ。さて前回は自転車を手に入れたところで終わったが、なんかよく見てみると、このチャリめっちゃちっちゃい。子供用ですね。あのハゲて一種バカにしやがって、もらったもんにケチつけるなよ。まあ自転車は小さいが野望はでかい。とりあえずエアイギリで通れるようになった場所行っていろいろ回収してきます。辰則少年が一回り大きくなって戻ってきます。自転車は小さいままだがな。根に持っとる。ではまた後ほどお会いしましょう。行くぞフリーダム、お前の馬力を見せてくれ。ちょっといいですか？なんじゃい。フリーダムって何？もちろん俺の相棒の名前よ。飛ばすぜもろもろ回収してきました。見てください。心なしか大きくなった辰則少年を微妙にアップするなや。画面右上にあるのはポケッチの新アプリ、ダウジングマシン。気にしないでください。気になる。今どこにいるかと言いますと、207番道路。そして次の目的地が、ここヨスガシティ。ヨスガにもポケモンジムがあるみたいです。秒殺してやりましょう。道は東にまっすぐだ。それでは行くぞ。飛ばせフリーダムおっと、ようやくだぜ。一気に主を超える成長をしようとしている。コイキングも見納めか。出たー。ついにギャラドスに進化だ。これで水タイプのポケモンもゲットだぜ。いやコイキングも水タイプでしたけど、攻撃手段がなかっただろが。あ、飛行タイプも混ざってるのか。いいね、怒ってるねー。大丈夫？赤くならない？そんな都市伝説もあったな。ヨスガシティ到着。とここで緊急事態発生です。ポケモン。いやこのポケモンは全く関係ない。実はここからの録画が不具合なのか何なのか。音の劣化がえぐい。頼みますよ本当に。しかもこのゲームはセーブデータが一つしか作れない。要はセーブをしたら最後ということだ。やっちゃったー。すみませんすみません。そしてここヨスガシティでは、スーパーコンテスト賞なるものが盛んらしい。めちゃくそ音ゲーでした。よりによって。どうすんの？すごくカットしてお見せします。これを見てる皆さんにとって、ヨスガシティは薄い思い出になるかもしれませんが、私の心の中には思い出いっぱいありますので、YouTube やめちまえ。それでは BGM スタート。さっきの続きからですね。ポケモンが近づいてきたと。よかった、あなたが偶然そこにいて。そうでなかったらミミロルちゃん、どこまで逃げてたか。ミミロルちゃん、モンスターボールに戻ってね。あたしミミー、スーパーコンテスト賞の、さっきの音ゲーですね。審査員してます。お礼したいからコンテスト会場に来てね。罠では多分ポケモンにそういうのはない。で、コンテスト会場に到着。コンテスト会場、集えポケモン自慢。ちょっと入りたいんですけど。あらごめんなさい。ド派手な格好してるなこの女。スーパーコンテスト賞ですか？うふふ、楽しんでください。ちなみにこのヨスガのジムリーダー、メリッサは、スーパーコンテスト賞でも、すごく強いそうです。それって私のことですけど。この人外国人なのかな？あ、そこ？あなたもっともっと強くなってください。英国の女。その強くなってくださいってのはもちろんスーパーコンテスト賞でって話だろうな。落ち着きなさい。ポケモン勝負のことを言っているのなら血を見ることになるぞ。そうしたら勝負しましょう。今だ辰則後ろから首元トーンってやるんだ。一応主人公。で、後を追ってポケモンジムに来てみましたが。逃げ足の速いやつだ。仕方がない。
コンテスト会場に行きましょう。みんな踊り狂ってる？あ、さっきの。また会ったな、小娘。あら、たつのり。久しぶりだな、マミー。え、なんでマミー？遅いよ。正直ここまでの冒険で一番驚いた。ここまで来るのに戦闘は避けられないはずだが。あなた、綾子さんのお子さん。原綾子の一人息子、原辰則と申す。原じゃねえか。綾子はここまで一人で来たのだろうか。そうだろうな。実はもともと超凄腕のポケモントレーナーだった。ありえますよね。じゃあスーパーコンテスト賞すごいかも。さあどうかな。辰則と、スーパーコンテスト賞のこと。話したこととかないもんね。そっちか。これは昔スーパーコンテスト賞でグイグイ言わせてたな。ポケモンと一緒に参加するもんな。やはりポケモン使いか、この女。それよりあなたたち知り合いなの？そうだった。さっきのお礼、このシールもらってね。これはモンスターボールに貼っておしゃれにするやつですね。コンテストに出るときに、そのシールをポケモンのボールカプセルにつけてあげるといい感じ。デコっちゃいますか。じゃあ私審査員だから、よかったらあなたも賞に参加してみてね。参加しましょう。じゃあ綾子さん失礼します。すごい後輩感だ。驚いた、辰則。どうやってここまで来たかを詳しく知りたいとは思ってる。ママ退屈で、よすがに遊びに来たらあなたがいるんだもの。暇つぶしでここまで来れるくらいの実力は兼ね備えていると、辰則が旅に出るときに、私が行きたいくらいってこの人言ってたよな。一人息子がいなくなったから自由になってやがる。しかも部屋着のまま来るとは、ママにとってはここも地元ってことか。あなたがいるんだもの、こっちが驚いちゃった。なに？スーパーコンテスト賞に出るの？ポケモンの大舞台なのにあなたがいつも通りじゃダメよ。これを着ておしゃれしなさい。部屋着の綾子にタキシードもらいました。舞台衣装か。きっと似合うわよ。だってママが選んだんだもの。綾子のセンスだったら間違いないな。なんせこのおしゃれ番長の帽子も綾子から受け継いだものだ。でもさ。ママの服はおしゃれとはほど遠いぜ。これは部屋着だ。じゃあスーパーコンテスト賞楽しんでね。賞ではあなたのポケモン、いつもとは違った魅力を見せてくれるはずよ。じゃあね。ちゃんと家まで帰れるか？愚問だったか。とりあえず参加してみました。お、タキシードで決めてるぜ。音のない音ゲーなど無意味なのでもちろんカット。チーズの入ってないチーズバーガーみたいなもんだ。これも一つのやり込み要素っぽいですね。何か意味があるのかは今んとこよくわかってませんが。まあ適当にやっておきます。進めてくとママの過去が明らかになるとか。それだったらやる気満々でやり込むぞ。ベストパフォーマーゲット。音ゲーは得意だ。あ、そうなの？リズムマスター、裏拍の霊夢とは私のことだ。ちょっと何言ってるかわからないですけど。じゃーん、待ってたぜ、辰則。貴様なぜ私の名を知っている？幼馴染でライバルだからだよ。あ、高塚。早く覚えてあげて。どっかで見た後頭部だとは思っていた。お互いどれだけ強くなったかここで比べるぞ。ポケモントレーナーならいつだって戦えるようにしておくのは当たり前。待ったなしだぜ。はい、お疲れ。お前ももっと頑張らんかい、高津。これじゃ一生辰則に覚えてもらえないぜ。うわぁ、また負けたのかよ。これじゃ最強のトレーナーに挑む俺の夢が。いや、もっと強くなって勝ち続ければいつか。よし、次はトバリシティのポケモンジムに挑戦するか。あ、ここのジムリーダー帰ってきてた？じゃあな、辰則。次に会った時の俺の成長に驚けー。ポケモンジム行ってみるか。やってる？居酒屋か。あれ、入れないじゃん。シンゴは戦えたみたいだぜ。なのに私を無視するのか。私の足元にも及ばない高津には会っておいて。バカにしよってBGM 復活。今走り回る方向間違えてましたよね。うん、間違えた。ほら今日はいい天気だ。ジムリーダーもいないし旅に出ましょう。次の目的地はここ。トバリシティってとこだな。ここにもポケモンジムあるみたいなんでね。とりあえずこのズイタウンってとこに向かいましょう。お昼はここで食べるわよ。
っこいフリーダム。それでは出発だ。おっとっと、ルクシオが進化だぜ。これで2回目の進化だから。フリーザで言うとこれですね。それ一番いらなかったやつ。ポケモンで2回目の進化ってことは最終形態だろ。初めての完全体だ。おおお。もっさもさになっちゃった。ベントラーだってよ。あんなに可愛かったのに。もっさもさになっちゃった。感想それだけ？これからもよろしくな、レントラー。すっごい可愛い子いたから紹介します。ラマレコのド変態。なんか途中にあったロストタワーってところを登ってきたら。技マシンもらったのか。そうなんだけど。これがなんと秘伝技の怪力でした。これもまた新しいジムバッジないと使えないのか。トバリシティのジムバッジかな。急いで向かいましょう。よし、とりあえずズイタウンに到着。ここはズイタウン、気ままに暮らせる街。それではお昼休憩、の前にズイ探検隊出動。ズイタウンの近くに謎の遺跡を発見。そこで謎の文字が書かれた謎の壁を発見。なんだろ、さっぱりわからん。謎すぎるので今はスルーしていきましょう。とまあそれ以外は大したイベントはなかった。本当に昼飯食っただけだったな。多分あの遺跡にはまた後で行くことになるんだろう。ではとばりしていくぞ。あ、また進化だ。ムクバードもこれが最後の進化だな。まだバッジ二つしか持ってないんですが。意外と中盤くらいまで来てるのかもだぜ。クールな感じになったな。相変わらずリーゼントは決まってるし、ムクホークか。立派な鷹になったぜ。ライバル球団じゃねえか。ようやくトバリシティに到着だ。今回は結構な長旅だったな。中途半端ですがここで一旦終わりたいと思います。なんかめんどくさそうな奴らも見えますが、ここの街も銀座団か。次回はトバリシティを攻略していきますので、またよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。なあ霊夢。なんじゃい。今回戦闘シーン一回もなかったんだが。あっちゃー。